ウィリアム・ヘイデン・イングリッシュは19世紀、アメリカ合衆国インディアナ州の政治家、弁護士、実業家である。終戦室アメリカ合衆、イングリッシュは若い時から政界に入り、インディアナ州民主党のジェシー・ディブライトが率いる、保守派に加わった。1845年から数年間ワシントン DC で連邦政府官僚を務めた後、インディアナ州に戻り、 1850年には、州憲法制定会議に参加した。1851年に、インディアナ州下院議員に選出され、29歳で下院議長を務めた。下院議員2年の任期を務めた後、1853年から1861年には、アメリカ合衆国下院議員を4期連続で務め、カンザス州が州に昇格するための妥協成立に努めたのが、 大きな成果だった。イングリッシュは1861年に会員議員を辞したが、党内事情への関わりは続けた。南北戦争では高派民主党員であり、北軍の戦争遂行を支持した。政暦を追求しながら著作家かつ事業家でもあり、オペラハウスを所有し、銀行の頭取りを務め、多くの住宅を開発した。イングリッシュの事業歴は成功であり、 インディアナ州でもかなり裕福なものになった。民間に20年間近くいた後で、1880年に民主党副大統領候補として政界に戻ってきた。大統領候補、ウィンフィールド、スコット・ハンコックと共に選挙戦を戦ったが、僅差で共和党の対抗馬、ジェームズ・ガーフィールドとチェスター・エイアーサーの組み合わせに、敗れた。 ウィリアム・ヘイデン・イングリッシュは1822年8月27日にインディアナ州レキシントンで生まれた。父はエリシャ・ゲール・イングリッシュ。母はマハラであり、その唯一の息子だった。両親ともにケンタッキー州の奴隷所有者の家に生まれており、イギリスとフランスユグノーの子孫だった。夫妻は1818 18年にインディアナ州南部に移転した。エリシャ・イングリッシュはすぐに、 民主党員として、地元の政治に関わるようになり、衆議会議員を務めるとともに、事業でも結出した経歴を積んだ。息子のウィリアムは、地元の公立学校で教育を受け、後にハノーバーカレッジに入学した。3年後にカレッジを卒業し、法律の勉強を始めた。1840年、イングリッシュは18歳で、法廷弁護士として認められ、 まもなく生まれ故郷のスコット軍で法律実務を始めた。政治の世界にも早く進出し、同年にあった民主党州大会に出席し、民主党大統領候補マーティン・バンビューレンのために演説を行った。1842年の末までにインディアナ州副知事ジェシー・ディ・ブライトの講演を受けるようになり、党のブライトの派閥内で党格を表すようになった。 翌年インディアナ州会員がイングリッシュを事務官に選んだ。1844年民主党大統領候補、ジェームズ・ポークのために選挙運動を行った。ポークが1845年に大統領に就任した後、その報奨としてイングリッシュをワシントン DC の財務省事務官に指名した。イングリッシュはこの職を4年間務め、その間にエマ・マーデリア・ジャクソンと出会った。 二人は1847年11月に結婚した。この夫妻には、ウィリアム・イース・ティンとロザリンドの二人の子供ができた。イングリッシュは、ボルチモアで開催された1848年、民主党全国大会に出席し、この時は、ルイスカスを支持して、最終的に大統領候補に選んだ。この年の大統領選挙では、ホイック党候補のザカリテーラーが当選し、 ホイッ党員がイングリッシュに代わって財務省の職に就いた。イングリッシュは党のコネを通じてアメリカ合衆国上院の請願委員会の事務官に就任し、ワシントン DC で1850年まで務めた。その年、後半イングリッシュと妻はインディアナ州に戻り、インディアナ州憲法制定会議の事務官として働いた。この会議では民主党が多数派であり、 その提案には選挙で選ばれる役人の数を増やすこと、加算差し押さえ免除を保障すること、選挙権を白人に制限することなど新法が含まれていた。それまでに自由国人が州内での選挙権を得ていた。この新しい1851年憲法は有権者の大多数の賛成によって承認された。1851年8月。 イングリッシュはインディアナ州会議員に初めて立候補して当選した。1851年憲法が制定されてから初の議会であり、憲法に関する知識があったので当選にも有利であり、29歳で会員議長にまでなった。会員は民主党が多数であり、ブライトの支持に従って、ブライト派の一人であるグラハム・エヌ・フィッチのアメリカ合衆国上院議員選挙を手伝った。 しかし、議会は別の民主党員であるジョン・ペティットを選んだ。イングリッシュは、会員議長の職を続けることで、州内の影響力を増した。1852年、民主党は新しく選挙区割が行われた第2区から、選ぶアメリカが州国会員議員の候補に、イングリッシュを指名した。その年10月の選挙では、民主党が大勝し、会員議席は1議席を除いて独占した。 イングリッシュは、ホイック等の対立候補を、得票率で55%対45%という差で破って当選し、1853年にワシントン DC で招集された第33期議会に参加した。アメリカ合衆国会は1853年12月に第33期が招集された。この頃、自由州と奴隷州の間の意見の不一致が、 一触即発の状態にあり、イリノイ州選出のスティーブン・ダグラスが提案した、カンザス・ネブラスカ法の成立で加熱された。この法は、カンザス・ジュン州とネブラスカ・ジュン州で、奴隷制度を選択できるようにしたものであり、事実上1820年の水売り妥協を撤廃していた。ダグラスの提案は、その選択をジュン州に入った開拓者に委ねることで、 全国的な奴隷制度に関する先導を沈めようと意図されていたが30年間自由土地として保持された順州に奴隷制度を拡大することを認めたことで逆に北部の反奴隷制度感情をかき立てたイングリッシュは会員領土委員会の委員となりこの法は不必要と考えその時期にも賛成しなかった委員会が法を承認ししかし人民主権という考え方に 全面的に反対したのではなく、組織化されたそれぞれの主体が自分たちで決定することを認められるべきと考えた。北部の民主党員はこの方について、ほぼ当分に分裂していたが、イングリッシュは保留を述べていたにもかかわらず、賛成票を投じた側に回った。そうすることで、議会は、準守住民の決断を尊重することとなり、その決断を守ると制約することになると語った。 大統領のフランクリン・ピアースは1854年5月30日に法案に署名して成立させた。後にイングリッシュ法と呼ばれた妥協法ではアレクサンダースティーブンズ下院議員と共に動いたカンザス・ネブラスカ法は北部の全体でひどく不評だった。これに対する反応で保育党が完全に潰れ北部民主党を弱らせ共和党という新党をもたらさせることになった。 カンザスネーブラスカ法に投票した自由衆議院42人のうち3人のみが再選を果たした。イングリッシュもその一人だった。イングリッシュは保守派民主党員であり、そのインディアナ州南部は奴隷制度擁護ではないものの奴隷制度廃止運動に同調する姿勢もなかった。イングリッシュは1856年にも再選され、第35期議会では民主党が 会員の多数派を取り戻した。会議長であるジェームズ・ローレンスアワイングリッシュを会員郵便局郵便道路委員会に割り当てたが、カンザス問題の方に時間を割くことになった。1857年12月、カンザスは自由州の支持者がボイコットした住民投票で奴隷制度擁護のルコンプトン憲法を採択し、連邦議会に奴隷州としての加盟を請願した。 民主党員の大統領ジェームズ・ブキャナンは議会にこの問題を取り上げるよう促し、上院がカンザス州の加盟を承認した。しかしその法案は、下院で賛成112票、反対120票で否決された。イングリッシュは、奴隷制度用語のカンザスがその憲法を通した手続きが不適切であることが分かり、加盟法に反対票を投じた。 議会はこの問題を何ヶ月も議論し続けたが、結論を出せなかった。イングリッシュとジョージア州選出民主党会議員、アレクサンダースティーブンズが妥協案を編み出した。これは後に、イングリッシュ法と呼ばれることになった。イングリッシュ法は、カンザスを奴隷州として加盟させるが、住民投票で選択した時のみ、それを可能とした。この法はまた、ルコンプトン憲法で、 カンザスが要求した以上に大きな連邦を、いう地払い下げについても取り下げさせるものだった。カンザスの有権者は、小さな土地払い下げを引き下げるというメンツの立つ手段で、ルコンプトン憲法を拒否できることになった。議会は、イングリッシュ法を通し、カンザスはすぐに6対1の投票比率で、奴隷制度用語の憲法を拒否した。イングリッシュの政治的同盟者の中には、ブライトなどカンザスが、 奴隷州として加盟するのを好んだ者もいたが、このような選択は選挙区で好評であり、次の1858年の選挙では、イングリッシュが56%対44%で再選された。イングリッシュのオペラハウスイングリッシュは1860年の再選は辞退したが、北部と南部が分裂度合いを高めていることについて、妥協と節度を提唱する演説を何度か行った。 この年にエブラハムリン・カーンが大統領に当選した後、イングリッシュは南部人に脱退しないよう説得に努めた。南部州が脱退し、南北戦争が始まると、インディアナ州知事オリバー・ P ・モートンがイングリッシュに連隊長を任せようとしたが、軍事的知識も興味もなかったのでこれを辞退した。しかし、モートンの戦争遂行政策を支持し、自分も高波民主党だとみなした。 イングリッシュは金を借りて、州政府に渡し、兵士の装備費に使わせ、また、第二選挙区の憲兵司令官を務めた。イングリッシュは、下院議員を辞した後、1年間は、スコット軍の自宅で過ごし、その後州都インディアナポリスに移った。イングリッシュと10人の仲間が1863年に、インディアナポリス第一国定銀行を組織した。これは、 新しい国定銀行法の下で組織化されたことでは、同種発の銀行だった。イングリッシュはその頭取りを1877年まで務めたが、その間には多くの他行が倒産した1873年、強行もあった。イングリッシュの事業対象には他の産業も含まれていた。インディアナポリス路面鉄道会社の支配株主となり、1876年まで、 その経営に関わっていたが、1876年に株を売却した。1877年には銀行の株も売却し、その投資先を不動産に向けた。1875年までにすでに現在のイングリッシュアベニューで75件の家屋を建設させていた。その2年後に妻のエマが死んだ。イングリッシュはその後も19年間生き残った。 1896年に死ぬ時までに448件の資産を所有し、その大半はインディアナポリスにあった。1880年、イングリッシュはイングリッシュズ・オペラハウスを建設した。1994年のインディアナポリス百科事典によれば、すぐに市内裁量の建物と呼ばれるようになっていた。この建物はニューヨーク市にあるグランドオペラハウスをモデルにしており、 観客席は2000席あった。1880年9月27日にオープンし、ローレンス・バーレットがハムレットを演じた。その時までに、イングリッシュは再度政治に関わっていた。オペラハウスの運営は演劇に興味を持っていた息子のウィリアム・エスティン、イングリッシュに任せた。息子のウィリアムは女優のアニー・フォックスと結婚したばかりだった。イングリッシュはそのオペラハウスにホテルを追加し、 どちらも1948年まで運営されていた。ハンコックとイングリッシュの選挙ポスターイングリッシュは、アメリカ合衆国会議員を辞めた後も、地方の政治には関わり続けており、インディアナ州民主党の議長も務めていた。息子は1879年に州議会会議員に選出され、イングリッシュにも政治的な問題について相談が来ていた。 1858年以降選挙に出馬していなかったが、1879年には友好的な新聞にインタビューと手紙を掲載して、全国的な知名度を上げていた。新シ,シナティで開催された1880年、民主党全国大会には、インディアナ州代表として出席し、県本位制の支持を称賛していたデラウェア州のトマス・カイベアードを大統領候補に押した。 一回目の投票では決着がつかず、ベアードは第二位だった。南北戦争の北軍で少々だったペンシルベニア州のウィンフィールド、スコット・ハンコックがリードしており、二回目の投票で民主党公認候補に指名された。インディアナ州大議員団は最後の瞬間までハンコックに票を入れていなかった。その報酬として、大議員団はイングリッシュを副大統領候補に推薦した。 その指名は全会一致になった。イングリッシュが指名されることをインディアナ州以外では予測していなかったが、党指導層は接戦州であるインディアナ州におけるその人気が共和党のジェームズ・ガー・フィールドとチェスター・エーアーサーの組み合わせに対抗できると考えた。共和党員はイングリッシュを指名した真の理由は、個人財産を選挙資金に充てる用意があることだと考えた。 民主党の選挙資金は少なかった。イングリッシュは指名受諾の短い挨拶をした。さらに1ヶ月後には文書で正式の返事をした。その文書で南北戦争に関わる論争は解決しており、正直な金の健全な通貨を約束し、中国人移民の制限と公的資金による確固とした経済を約束していた。イングリッシュはこの選挙を次のように特徴付けしていた。 一方で、政党に付加されている、はずの政治的権限を取り戻そうとし、我々の父の純粋で単純で、経済的で、憲法に定める政府を復活させようと努力する、人々と、他方で場所と権限を与えられいかなる障害にもそれを、保持しようと決断している、数万の連邦政府役人とその後ろ盾になる、者たちとの間の選挙であるハンコックと民主党は、 ソリートサウスを制するものと予想されていた。そこでは、レコンストラクション時代が終わった後に、黒人から選挙権を剥奪しており、選挙は白人民主党が支配していた。南部に加えて、選挙に勝つためには、中西部の州をいくつか制する必要があった。この地域の国政選挙は、接戦州をいかに制するかにかかっていた。二大政党の政策に、実質的な際は、 ほとんどなく、また共和党はハンコックが英雄的人気を持っているために攻撃するのを躊躇した。共和党が指摘できた政策の違いは民主党の綱領に歳入のためだけの関税という記述があることだった。ガーフィールドの選挙運動はこの声明を使って当時設定されていた高い保護関税から恩恵を受ける工業労働者の苦境には同情しないものとして 民主党を色づけることだった。関税問題は工業化された北部州で民主党支持を遮断した。民主党が多数を取るにはそれが重要だった。10月にオハイオ州とインディアナ州で行われた州レベルの選挙では共和党が勝利し、翌月の国政選挙について民主党を落胆させるものになった。党指導層の間で候補者からイングリッシュを落とすという 話すら出たが、イングリッシュは10月の敗戦が地方の問題に根ざしたものであり、民主党の公認候補は11月に、オハイオ州は無理でもインディアナ州は制することができると言って説得した。最終的にイングリッシュの見込みは当たらなかった。民主党とハンコックは、インディアナ州を含め標的にしていた、中西部州のどれも取れなかった。一般投票では、 わずか7,018票少ないだけだったが、選挙人投票では、ガーフィールドとアーサーが214票、ハンコックとイングリッシュは155票と大差がついた。イングリッシュは選挙が終わると事業経営に復帰した。地元の歴史にも興味を持つようになり、1885年に自分のオペラハウスで開催された1850年集憲法。 制定会議代議員で生存者の同窓会に参加した。インディアナ歴史協会の会長になり、オハイオ川の北西領土の征服、1778年から1783年と、ジョージ・ロジャース・クラーク将軍の生涯と題する2冊の書を表し、その詩の時に出版された。1893年には、インディアナポリス記念品委員会に勤め、兵士と水兵の記念碑の計画と、 資金集めに協力した。イングリッシュは1896年2月7日にインディアナポリスの自宅で死んだ。1877年に死んだ妻と共にクラウンヒル墓地に埋葬された。イングリッシュが建設した多くの建物は解体されて、北がクローフォード軍の軍長所在地イングリッシュはこのイングリッシュにちなむ命名であり、インディアナポリス市のイングリッシュ通りもまたしっかりである。 スコッツバーグ市のスコット軍庁舎前面には、イングリッシュの彫像が立っており、イングリッシュのクローフォード軍裁事情にもある。息子のウィリアムは1884年から1885年まで、アメリカ合衆国会議員を務めた。孫のウィリアム・イングリッシュ・オーリングは、娘のロザリンドの息子であり、全米国人地位工場協会の共同設立者になった。 イングリッシュ個人と家族の文書の広範な収集品がインディアナポリスのインディアナ歴史協会に収められており、研究用に公開されている書籍記事論文原稿収集品。ありがとうございます。